すまでは、考えてそれから喋り出すもんだそうですが、私がね、あなたみんな分かんないこと喋っていて、それが話入ってるんですから、考えると不思議なもんですな。だから昔はっていうと、ここに上がってすぐに喋るっていうことはしなかったんだそうな。上がるっていうと、もう咳払いをして鼻をかんで顔の周りをすっかり拭いちまって、お湯を飲んでゆっくりいろんなことをしてから、それが話し合い。で、お客が、あ、って言って、だからもうすぐ喋るって言ったら、なんだこいつは、なんて言って、もう落ち着いてね、うまいほどこう、喋らない。本当にうまくなると、もう、しまいまで何も言わない。どうしてもそういうもんでございまして、慌てるって言うと、話はどうもうまくいかないですね。お客さんは落ち着いて聞いてるんですから、やる人間が慌てて喋ったって、それがどうもいけない。だから真打ちになると成り立ては、ここに上がってからどうしても慌てる。後に誰もいない、自分でおしまいなんて。今までは後にいるからお客さんも聞いててくれる。後を聞こうと思うからね。あとを楽しみにしてね。それが自分一人同士になると来ると、客がちょいとつまらないって言うと、もう出ないかおい、なんか食うよ、なんか2人たち3人たちね、もうバタバタ立ってこられると、慌てちゃってなお話がうまくいかなくなった。だからもう大勢さんいても、この中で2人さんでも3人でもお方が聞いててくれたら、そのお方にとっつかまって話を勉強しなくちゃいけないよ、なんて言うんでね。で、私さんぞーって喋ろうと思ってて、客がバラバラ立っても、何度も言う、どんなに客が来ようが一生懸命にやってると、しまいに一人になっちゃう。一人になったお客を一生懸命にやって跳ねちまって、まだその人が帰らないでいるから、高座から降りて、すいません、他の人はみんな帰って聞いててくれてんな、あっただけでございますな。しびれが消えて立てねえ。どうもこのしびれが消えるなんてはいけないんで、本当に聞いてくださるお方は、こう目をつぶって聞きますね。目をつぶって聞かれるって言ったら、分かってくるんで、はい、そういう人がいますな、くって目をつぶって聞いてる。ありがてえなと思ってた。くっ。傷だったよな。だから、まあ今と違って、昔はって言うと、商売にも、いろんなのがありまして、ちょいと人混みなんて言ってと、お客をうまい具合に入れちまって、なんだというようなのが、こういうのはもぎ取りと言いましてな、入れる時にはめいこと言いましてね、で、命の親だなんてどうなるかって見てと、どんぶりのママが山盛りになって命の親ですよ、ね、理屈になっているんだから、六尺の老いたちなんてが入るってと、何にもなかった。老いたちいるの、いますよ、危ないよ、そばにいると。そうかい、相当大きいんだな。どういうの、お前さんの前に、お兄ちゃんに前にあるんだよ、こういう板があるだろ、それ六尺あるんだよ、それ真ん中に赤いものがついてたろ、血だよ、おいたちだ、わからぬようなこと言って、お足を取るというのが、以前はありました。
表へ何でもいろんなもんがあったですな。親孝行でございますなんて年を取った人をおぶって歩いてん親孝行だよね。うん、手に質問をしてくれて、どっかか帰ってくるんですな、年を取った人な。そう詐欺してると、早く歩け、じじい。なんて大変なんだよ。だから、この親孝行というものは、聞いてるだけでも気持ちのよろしいもんだ。酔っ払って、寒い時に地震盤のドブリへ氷があって、その中に入って寝ている人があった。役人がそれを見て、何だそのうん、かいこんなとこで寝ておって、くせ者ではないか。くせ者ってのはないですよ。私はこう見えたってとんだ親孝行者ですよ。何が親孝行だ。うん、なんだ、氷の上に通って親孝行というのはな、二重飛行というのはあって、それは無心に暮らしておって母親がな、わずらいで鯉が食べたいと言うけども買うことができる。寒のうちその池行ってみると氷が張っている。仕方がないので自分が裸になって氷の上に寝ていたらば、その氷が溶けて、それから鯉が跳ね出して、その鯉を母親に食べさせた。え、それは親子土分の中に見通って、何親子子だ。私の母親が長野は辛いです、おたまじゃくしが食べたい。それいけないですね。こういうようなのが落語の方で出てくるんでございますから、不思議でございます。で、今晩私のやるのは鈴振りという話で、これは炎症落語であります。今夜悔しいからみんなそう普通のやるから、私は炎症だ。だから普段はあんまり聞けないものでございますから、新章のやる生意気だ、どっちもいかないくせに。何でもこの、ご婦人が一名そこへ出ないと話にならないもんな。日の本の岩戸神楽に始めまして、女ならでは世の明けぬ国と言いまして、ご婦人ぐらい尊いものはないですな。とにかくどんな偉い人でもみんなご婦人がお見なんですからね。ああ、大したもんでは、だけど、まあ大変偉いけれども、でまた五人は五人でまた扱いにくいところがあるんだ。世の中に女ほど性のねえもの。ああ、もうね、優しく、いや、地の汚せちまうし、小言、いや、膨れるし、殴り、殺しは化けて出る。そんなね、老人は顔は本当に菩薩のように綺麗だけど、腹の中は鬼か蛇だかな。下弁の菩薩ないし女やしゃと言った。これ私じゃね、お釈迦様なんだ。だ、文句があんのあっちの方言ってくれた。お釈迦様だって、やはり母親の体内から出たんでございますかな。あのお方はって、母の体内に入って、三年三月入ってたな。三年三月目に、おっかさんの横っ腹、蹴破って飛び出した。なぜそんなとこから出るんだ。順当のとこからなぜ出ない。三年もいたんだから、そう日には出られねえ。こう言ったんですよね。それでもって天と地指をさして見足歩いて天井をテトンと言って生まれたばかりで、なんだいこの子は。生意気ですよこれは。今ろくなもんなんない、これこれアマチュアぶっかけしまおう。みんなアマチュアぶっかけ
じゃあこれぶっかけられても平気でカップルを落とす。そうなんないね。けれども偉い人であるで、お釈迦様が阿弥陀様のところへ集めに行って、いるかい阿弥ちゃん。おなんだよ、釈迦君じゃないか。何しに来たの？どうもこの国飽きちまって、どっか他の国へ遊びに行ってみたいね。そうかい、どこ行きたいの？私はね、チベットってとこ行きたいんだよ。チベットね。チベットって何、にぎやかかい？いや、人はあんまりいないんだ。チベットかいねえけどもね。行かないかよ。行きたいね。だけどもね、おい、アミちゃん。お前さん、シェア伸びてるよ。じゃあもう女の子が嫌がるよ。顔当たってやるよ。すまないね、こっちおいでよ。ね、顔をさーっとお釈迦様が当たるって言った阿弥陀様、どうもありに、痛えねおい、阿弥陀が出るぜ。そうだろう、釈迦釣りだもんと。昔から合人というものは何事にも、なければならないんでございます。まあこの頃のどうも合人と昔とはまるっきり変わりましたな。以前はというとね、どこの町にもね、小町娘だとか弁天娘ということを言われたくらい商売の娘がいたんです。だからとてもいい女ですね。小野の小町と比べなんていうような娘がいる。小町という人は、まず日本代表の美女でございまして、あの人は歌が読める。32層揃っていたというくらいですから、いい女に違いなかった。それで男嫌いだったね。これは気に入らねえね。女で男嫌いなんてありません。だからもうみんな男がわーっと寄っていったって、もう振り向いてはみない。いや、そば寄っちゃう男は汚いから。何をしたの？いけないわよ、男嫌いなんだ。向こう行け男め。嫌だよ、そば寄っちゃう。おでん中でね、その中でも金伏見の深草の少将という人は夢中になる、ね、おい、いいじゃねえか、おい、困ったん、おい、おい、ちょいと、困ったん、いや、嫌だよ、私のそば言わないでちょうだい。何言ってんだよ、私はお前さんに夢中なんだよ。私の本当の心のお前さんに打ち明けてくれるのはありがたいんだ。私は男言わどうも、男は本当の心が分かりませんで、あなたがそれほど私を思ってくださるんだ、私の寝前に桃のお顔をくださいって、私の寝てると100番かよ言って、くれますよ、神殿見せますよってんで、毎晩のようにふんで深草の少女九十九夜まで、その晩がひどい大雪でね、とうとう凍えて死んじまったんで、一晩か、で一晩ぐらい負けてやればいいんだよ、負けないんだよ。だからそういう人だから、今度は自分がもうそういつまでは若くちゃいないからね、若いとこちょっと通り越してくりゃ戸が立ってくるね、額が抜け上がってきて、そして顔の皮がたるんできて、なんかみたいなんかするんだ。いくら美人でもそうなると思う人が寄りつかない。その時に初めて男恋しいってことが分かって、誘う水あらば稲んとぞもう稲船のという恋歌を読んだけども、人がそこに寄りつかなかったそうな。だからそんな女でも惜しいよってんで探しに行った人がこの間あったけども、もういなかったそうですね。だから、それほどまでに
男嫌いだという。じゃあ何のためにこの世の中に出てきたんだとこう言いたくなりますがね、そういうもんですよ。女というものは男が嫌いで、男が女が嫌いでなんていうのは世の中はめちゃめちゃになります。あるとこまででございますな。だから昔は、年頃になると大名やなんかのいい波がその娘はひょっと目をつけて、それで方向に来よう。ああ、その方の娘、殿は土井にかんと豪華や。それはどうもいけませんですよ。というわけにはその自分にいかなくて。うん、ダメないって言うと何かでしっぺがしきちゃう。じゃあ、ね、そういういい女の子の若いのばかり、大名がみんな自分の手元よく見たから、大名の手元、贅沢なことしたもんですな。若い水を垂れるようなのを、ね、そして、気合いろいろの用をさせてなんかするの見て。けど相手が大名だからね。年頃になってもう嫁に行く意地だなと思うと、ポンと、おしまいくさ、大気のお嬢様に、なんでもご奉公に。で、家へ帰ってくる。帰ってくると、このお嬢様が、帰っては来たけども、どうも体の様子がどうも変だ。それから、医者に見せるって、お宅のお娘も、ただの体ではありません。妊娠をしております。これ不思議なんですよ。一人でいて、自分がその、みんな年頃の二十歳からみんなって、もう男恋しいの人ばかりで、男を入れないの。男はもう大名だ、もう頭が入れないの。それで、それがその、どうして我慢できるか。無理ですよ、それを我慢しろっていうのが、年頃になってきて。それを我慢させちゃう。その時に、両国に四つ目屋というのがあった。そういう我慢をするために、つまり、切り出したんですね。つまり、男の、つまり、それを代わりにして我慢をするんですよ。つまり、ところ、あれの代わりに。それがよくできてるんですからね。そして、両国で言うと、威張って商売ができない。何が悪いんですよ。私どもはそういうような、その我慢をなさる人が、無理に我慢をしていれば、その、体を悪くします。それゆえにこういうものを売るんですってね。それを張り方と申しまして。だから、それを買いに行くのは、やっぱりご婦人がえばって買いに行く。張り方をちょっと見せて。これね、どのくらいのところですか。これではなんて見せる。それはね、一番花は小さいの見せるんですね。いや、もう少しって、ね。そういうのはね、もうそういう若い娘さんばかりになる。もう、女中でも、屋敷に長くいる人やから、みんなそれを使って。で、そのお嬢様が帰ってくるって言うと、医者に妊娠をしておりますって言われた。母さんが驚いた。ちょっとこう言いなさい。お前さんはね、行儀見習いのためにお屋敷があったんだよ。どうしてそういう体になってきた。はい、お座りなさい。はい、じゃあ誰だ。相手は誰と言われたときに、顔を赤くして畳の字を書きながら、
家さん相手なんぞありませんと。何言ってんの、あちがなくて赤ちゃんができるぐらいじゃない。娘の手箱を見つけて、その中から出たのが貼り方でございます。お前は、これを持って遊んでたのかい？はい。これを持って遊んで赤ちゃんができるというのは、不思議じゃないかねってんで、この貼り方を。そいっと裏を返したら、左陣五郎の何するでしょうこれ。めったにこんなことやられんないなったらいいな。だから苦しみ棒をして、そして、自分が修行をして、我慢をし、世の中に出る人が、それは御出家ですね。出家というものは具体を保つといいますから、酒はもろんダメ、女はもろんダメ、嘘はいけない。何でもかんでも御戒を保つ、そうやらなきゃならない。その修行が、その、なかなかできるもんじゃないんだ。で、ご出家が一番先、その修行をするのは、ご出家には18団輪というのが、その寺を修行をして抜けていかなきゃ、あの大僧侶にはなれない。だから天から和尚にはなれない、よく昔の言葉でございます。大変なこの修行をするご職人が、一番花、下屋の万寿院という寺へ入って修行を入れ、そしてこの万寿院を出て、鴻巣の青岩寺へ入り、この青岩寺を抜けて、川越の蓮華寺という寺へ入り、で、蓮華寺を抜けまして、岩槻の上国寺という寺へ入り、こう抜けて、小金井の東泉寺という寺へ入り、東泉寺を抜けて、熱海の大願寺へ入り、大願寺を抜けまして、滝山の大輪寺へ入り、大輪寺を抜けて、江戸崎の大念寺へ入り、大念寺を抜けて、立て林の伝道寺へ入り、伝道寺を抜けて、本庄の霊山寺へ入り、霊山寺を抜けて、結城の愚行寺という寺へ入って、初めて、紫米になりまして、それより飯沼の愚行寺という寺へ、ここは18団輪のうちに隠居団輪といって、大概ここでも鼻がついちゃってダメになる、そこを一心になりまして、ここを抜けて深川の上信寺へ、上信寺を抜けて新田の大光院へ入って、そこを抜けて鎌倉の光明寺へ入って、そうして、紫の衣2枚となりまして、それから小石川の伝通院へ入って、それで鎌倉の寺を出て、初めて死の衣1枚となりまして、それより芝の増上寺へ入って、ここで修行をして、死の頃も2枚となって、初めて大僧侶というくらいになる。やっぱりそうなんだ。藤沢に犬王寺という寺、王派といって、千人からこのお弟子があって、それでこの住職が出る、大僧侶のくらいがある。ご自分は85歳。人間はいつなる時どういうことがあるかもわからない。その時に、この後を取らせるものは誰か決まっていなきゃならないんだが、どの人間にしようと、みんな同じような若い層が一心に修行をしているんだから、悪いところじゃないです。
こういうのをどうしたらよかろうか。この中でこの人間がと思うものを何とか見晴らしたい。ああもしたら、こうもしたら、相談をいたしました。こういう具合にしたらいかがでございます。うん。それもよかろう。ってんで、旧暦の5月の昔ですな。もう暑くなったけど。の異能寺で、そう、住職を誰にしようと。かりこそ千人から会場を回しました。5月28日に仁王寺の客殿においてこのことを話しますから、ご一同どうぞというみんな方々に押し出した。誰だってこの後をとやっぱり総長になるとか分かってね、千人からがパーッと藤沢へ押しかけてまいった。若い坊さんばかり、どこの宿に立っても坊主ばかり、東岸筆がついて青汚してやる。28日に千人から藤沢の異能寺客殿にみんな集まった。そしてたーっと並んでおります。そこへさっと十時が参りますと、お店がさーっと上がる。一同の者ご苦労というだけで、金がもうこの声を引くったって聞けやしない。はぁ、今日は吉日によって、魚類を許す。魚類ってのは酒、魚を許すってんですかね。なんだろう、まあ。このまあ、客店にこんなに大勢若い者が集まって、酒、魚を許すってのは不思議だと思って、ずーっと料理やってきた。酒が出てくる。生臭いものの見たこともない。刺身なんか、うわーって思う。ちょっとっつって脇に墨添えのかっている若い人を袖を引く。そこら辺の女子すって言ってと、あなたはきっとこの後に治るお方と思います。いや拙そうなとは、いやそうでございます。それにつきましては、ここで調べることがあります。どうぞあなたの前のものをお見せ願います。え、せがれ見せろって。こういうところはね、そんなこときちっとも構わない。あるものを見せるんだ。ねえ。そう、ご案内して。ご立派なもん。手箱の内から金の小さい鈴を出した。そして大白の金の芝がついた。それでそっとこういうふうにせがれの頭に言わせた。どうだしない。手に元に戻ってきた。うん、何のことするの。今日は十字を決めるについて会話のことをする。何だ、油断ができない。今借人を出しますから、お借のものを出す。出るのがみんな豪人であります。新橋柳田氏、名打てで一流の芸者、18から20歳まで、色の人に抜けるような美人ばかり。
着るものはって昔のすき家、こんすき家、こんすき家を直に来て、それでこの芋地が幅が狭く、竹は三尺、それとすみ、その上にこんすき家を置き、引き取っちゃう。ね、その職人と、震えつくような美人が300人来たね。で、代わり番号、代わり番号、職人来るんですか、ね。酒があって、飲んだこともない酒があって、食べたこともない刺身だの、もうお椀だの、いろいろつって、あ、お酒は、と見るって、ああ、この好きや、好きとって。なんだ、きからんもんだって言ったけどもね、もうすぐしようって前にいるんだからさ。ねえ、父なんてのは透き通ってないけど。庭に水、新しい畳、よすだれ、すき家ちぢみに、色白のタボというのを、職さんが呼んで、まったくさ、このご婦人が色の白な、このすき家が起きている。もう本当に涼しそうですな。庭に水が新しいってた。その涼しい、その好きやさあ、で美人が食事するから、ついにどうも飲んで、え、今度は、今、誰か他に代わりが来ますからってんで、はっと立ち上がる。はっと立って立てしやすって言うと、幅が狭いんですよ。ね、それじゃそれくらい、うえ、これ困るね、これ。今まで振り向いても見たこともないのよ、そう見せないで。と、またカーリアン。またカーリアン。お酒は。と思うと、どうもこっちの方がしょうがない。ぐわっとコツを押さえて、我慢して目つぶって、お酌をすんだせよってんじゃ、ポンって肩って、はぁって手が離れる。チリーン。おやと思うと、脇でまたチリーン。千人か若い僧の鈴がいっぺんになりだしたから、そのにぎやかでお店のうちにいてこの手をご覧になりました。住職ハラハラと涙を起こして、もう仏法も末だ、この若い者が千人くらいいてみんなこのとこ、ああ、我慢のできないものは邪因会であるわい。けれど一人ぐらいはと思ってこう見回すって言うと、正面に、年頃果ててぐらいな一人の僧。身に墨染めの衣を着て座禅を組んで、まろか半眼に閉じております。その人だけが鈴が鳴っていない。あの一人だ。あれがこの命の後を取るもん。あの者ってんで、どうぞあなたこっちへ。ああ、恐れ入りました。みんな鈴が、あなただけでございます。鈴を願います。どうぞこの道を。おう、おのと、鈴がありませんな。はい、振り切りました。